はほぼ300年続けたんですけれど、19世紀終わり頃で、イオンマスに攻めるとクロマスコンタを探すよりもこの4つマスを支配するのは大事。それはクラシカルチェスといい、ガンモデルチェスといいます。誰が発想したのは第1回目の世界チャンピオンウィリアム・ステインズ。本人発見というよりもポール・モフィーのゲームを見て、あ、モフィーはなぜか強かったのは竜がこういうことを理解したからです。中央を大事にする、その4つマスを支配するとほぼ勝てる。目標はこれです。とその弟子は、まあ、セイベール・ダラシというスタイニッツの大ファンで、まあ、スタイニッツ以上のその発想を利用して非常にクラシカルチェスの大先生だった。もしかすると世界チャンピオンになりそうな方だったんですけど、代わりにラスケアだったんですが、とそれは19世紀終わり頃か19世紀20世紀の頭まで、その発想はだいたい E4 か D4 の指し方になりました。と1924年だった、若い選手が当時の世界チャンピオンカパブランカにこういう手を指したんです。カパブランカは1年間で負けたことがない。突然若手に負けたのゲームはこのナイテルさんの影響です。と、まあ、その方は、リシャレティ、ハンガリア人ですが、とリシャレティは、まあ、ビュダペストは新しい発想が、ビュダペストのチェスクラブは強かったんですけど、彼らは、まあ、ギュイ・ラブリアとか何人がそういう新しい発想、チェスに関して新しい発想があったんです。と、まあ、ナイテルさんっていう何が変わるっていうと、焦らずあの中央を支配するんです。そんな急にあの中央を取るのは必要ない。もっとテンポをスローなテンポでもいいんです。はい、以前の例えば3手でこれでキャスティン4手目になるけど、カレティはまた地味な指し方でキャスティンがこういう風にして、これはアイペアモデルのチェスが誕生する。中央はすぐ取らずにけどなるべくコントロールする、ポンは入れなくてもコントロールする。実際は、ジュニフィラベ、まあ、さっきのリシャレティの手ですけれど、あの仲間リシャレティの仲間にはこの手を指すともうすでにあの苦しむ状態になっている。1手目イオンだったら大変ですよ。本人も指してるけどね結構冗談が得意ですけど、イオン指すも白は大変です。なぜというと彼の発想自体はイオン狙える、もう見えてるんですね、この手。まあ、D4 もそうですけど、形、中央の形見えるのはあまりふさわしくない。ちょっとスローなペースで、まあ、さっき言ったように、あの、リシャレティのやり方か、または、ニムゾビッチのやり方。これ、刺さない。我慢する。実際は、何の意味っていうと、中央に合わせる今度ポンが前に出るよりもポンは戻れないね。他のゲームと同じ前に進むと、あ、これでしまったって下がりたいとはできない。他の駒とポンの価値観がもっと繊細的に理解したのはアイペアモデルのチェス。前に出るこの一手は一手かもしれないけど、状況を見て後で行くのが、こんな大事になって後で使うのはアイペアモデルのチェス。もっと言いたい、必ず1手目この手、この大事な手は指すではなく後での方がいいじゃないかっていうアイペアモデルのチェスです。そうですね、じゃあポンの価値観っていう、じゃあちょっとそれ2つ例を見せますね。これに関して、非常にアイペアモデルなチェスで、黒
ところがアレキンで乾燥さす。アレキンはアレキン、アレキサンダー・アレキンはキャパムロカのタイトルを捉えたね、1927年で。実際アレキン自身があまりハイパーモデルのチェスプレイヤーではないんです。もっとクラシカルのチェスプレイヤーですけど、たまに2、3回かな、アレキンでファンスを出した。あんまりしよう。もっと派手に行きましょう。やっぱり非常に前に行く。戻れないと思うんですけれど、まあこれそれだから悪いっていうではないけど、見せるんですね、形は中央の形、まっすぐ攻める。じゃあちょっと悪いんだよ、少し疑問な手です。なぜっていうと、まっすぐ行きたいところは分かるんですね。ビショップピンされてる、ナイティドスたらクイーンが落ちる。まあ、ここちょっと面白いで、はい、色を諦めてこのポーンがギセをさせる。まあ、そのメリットはポーンをギセしても2ついるんですから、白のポーンがこのポーンを邪魔してる、あまり元気ならない、ね、だからあっても使えないという発想です。使いたいけど6位に当たってるから先に応援する。今度クイーンが移動してこのビショップはナイト取ったらナイトで取り戻すから、ここに行けられる。ビショップ7、まあ、ちょっと難しい例かもしれない。取ってとこのクイーンが良さそうに見えますけど、実際は黒がの手は大事。後ろが弱い。ここポーンはこのままだったらこの手はありえないんですけど、ポーンは前に進んだ。そう、もう少し感動させましょう。まだ終わってない。クイーンがここ、このナイト取ると、まあ、逃げるだったらビショは守れない。ここすごいいい手があります。すごい良いです。酒井さんもあれあ、元日本チャンピオンの酒井さん、そうですね。いいけど、あ、じゃあ、1分与えましょう。取りじゃなくてメイトです。狙いのは、まあ、いろいろあるんですけど、多すぎ。後ろは弱くて、もう鼻だらけです。ポーンは前に出た。これは、まあ、非常にハイペアムであるのチェスの一つの例。あ、よろしいですか。なんか、受けるだけだったら、とか、受けるとか、とか、もう問題は、これもあるね。ああ、そっち。白マスは弱すぎる、今の。使いすぎて。まあ、この図は確かに、キャスリング変数もある。まあ、実際、クイーン4が当たる、クイーン4のところでは、もうすでに黒がいる。キャスリングが、キング F2 がありますけど。それでも、実際は黒がいる、この辺りは。はい、では、今度 D4、ちょっと同じようなタイプの練習でしょう。
今までは何していいのか。アイパモデルの言葉は1920年あたりに誕生してて、ね、さっきウィラブリアはもう引用さすともう苦しむ状態になるよっていうのを、その時代で1921年では今度ディオンはどうなりますか。これはまた、今度さっきアレッキンでトンゴって言いますね。トンゴ。トンゴ、ね、なぜかナイトが踊りのようなところが。タンゴか。ね、あ、言葉ではなくダンス。あ、ナイト取るとクイーンが両取りになりますから取れない。ディフェンスラインが弱くなる。弱くなります。うん、じっと黒は今の2局では黒はじっと低く構えゆっくり構えていて、実はこの辺も狙えていたと。そうそうそうです。うん、ある程度もちろん全て中央を上げるは危険ですけれど、うん、ある程度コントロールは一つのマスコントロールすると、うん、まあ、特にナイトはジャンプはできるからよくナイト使ってる。ナイトを使うので、あ、4つのマスのうち1個ぐらいは。まあ、今のイオンはずっとキープしてたんですね。あ、黒のものだったわけですね。このマスはずっと黒のもの。と同時に、まあ、これ長い金は、まあ、例えば D6 とか交換すると それほど前に長い金するのはではないんです。うん、交換されるか状態なんです。ポンは、まあ、外基本なことに戻る。大丈夫かな。はい。アイペアモデルのチェスする
前に、はい、本の数よく、まあ、これは基本なんだけどね、はい、金だけ金だけ、これ古い問題ですけど、これ白先手勝つ、白が先手で白が勝つ、はい、これ400年の問題です、うん、白が勝つんですね、あ、300年古い問題、白が勝つ、一目で見ると、まあ、本の数は黒が3つ持っている2つ、そこの本の価値観の、繊細的に考えると、本の価値がクイーンになれるかどうかの問題です。たくさん本あっても、例えばずっと同じ列に本が5個並べても進めないが、そんな本の数、単なる本の数の問題ではない。そのどちらかその本の中にクイーンになれるだったら、まあ、そっちの方が有利です。今の場合は白はプロモーションはできるけど、黒のプロモーションを防ぐ可能性十分あります。まあ、白先手ですから、はい、まず、と次はこの本を積むと必ずプロモーションになる。だから防ぐ。とこっちは様子を見て、うん、ここ、まあ対照的ですけど、これを進むと、ポンを進むとこっち、あ、やりますね。ポンを進むとこっちを取ります。と何も、これは何もできない。金が移動したら、例えばここに移動すると、ポンをプロモーションする。こっち移動すると、ポンをプロモーションする。あ、これは失敗ですね。まあ、ベストは前に進むけど、これで止まる。いいですか？どちらでも止まりますね。これでも取って進む止まるとこれで待つ。ポンを進む取られる。黒は3つポンを持ってもプロモーションはできない。白は今度手番は変わるね。これでだけで手番変わります。手番変わってこっちプロモーション。ポンの数よりもポンが前へ進める、最後の列まで進めるのは大事。まあ、これは古い例ですけれど、例えばさっきアイカムであるのチェスに関して有名な方、アロン・ジャージは、手番で黒が勝つ。またポンの数同じけど、黒のポンはプロモーションができない。白のポンはちゃんとさせばできない。でも黒が これすごく有名な曲ね。黒から刺して黒が勝つというんですね。そうです。そうですね。どうですか？はい、黒線。
ズビッチの勝ち方なんですよね。あ、まあ、ニムズビッチは非常にあのもう一つ発想あったんだよね。物を守る。守る。ポー、例えばポーはわざわざコマースのポーを守るのは1個、2個、3個ぐらいに出る。あとでそのポーはクイーンになれるっていうのが発想ですね。ポフィネス。まあ今の場合はプロモーションの話だったから、これですね。と、まあ、取ると大事な、次の一手は大事ですけれど、こっちはこの2つポンは絶対金になれる。ただ、この金だから協力はいらない。この金の役割は、相手の方をクイーンにならないように下がる。これで2手ありゃいけないですね。例えば、1手を進むと、こっちでですね。ポンを進む、まあ、やってみよう。今度、こっちの。取ったらこっちはクイーンになれるってことで、クイーンになってるんです。次は白だったら白は救われるけど、今度黒番だから2手あげて、フォーはクイーンになれない、白もクイーンになれる。まあ、非常にそれはさっき言ったようにポーンの価値観っていうと、そのポーンの未来はクイーンになれるか大駒になれるかのは大事です。たくさんポーを持ってもどっちの方はクイーンになれないんだったら意味がない。まあ意味がない。それほど意味は取れない。では最後の、あ、アイペアモデルの。そうですね。よく資源の話ありますけれど、資源は人気になったのは。まあ、確かにソビエトのチェスのマスターの影響は大きい。新しい考え方を一生懸命研究して、システィアの、あのディフェンスを発想した。まあ、皆さんはご存知ですけれど、システィアのディフェンス、まあ、この C5、実際はなるべく初心者が中クラス、まあ、1年2年間のチェスの経験しかない、おすすめしません。非常に深いディフェンスですから、理解するまで結構時間かかる。経験を重ねて実践を指すは良いんですけれど、まずクラシカルチェスの E5 とか E6 とかガロガロの方がいい。実践の深い味は中央先4つマスの中に1つ戦っている。あとは深い意味はこのポーンはどこの形を取るのは見せない、見せない。あとでまあこういう D6、E5 か E6、D5 かよくわからない。柔軟的です。フレキシブル、この好きなパターンが、そのフレキシブルな味は非常に自然大事です。では一番クラス、あの有名なペルで、もちろん C5 はそのポンを取るのだけで、取らないといけないんです。C5 のメリットは、ね、A6 にしましょう。まあ、一番、例えばフィッシャーかガスパロフは人気なディフェンス、黒側。A6 はどういう意味ですかっていう、よく聞いたことありますね。他の手 E6 もあるし、G6 もあるし、ナイト C6 もあります。G6 は見すぎ、まあ面白い、ドラゴンディフェンスは面白いんですけれど、パターンは大体決まってる。もし柔軟、だいたいこっちの方が柔軟性がある。実際はネイストロフは、まずこういう手を指して、次でこれを指したんですけれど、まあ、ネイストロフの話しましょう。ネイシタフの意味はこれを狙ってる。このビシャ B5 を抑えるのはまあ当然ですけれど、隠れてる力はナイト、このままでいい、すぐナイト C6 ではなく、もしかしてこのポンを狙って、またポンを狙って、
イオンを狙ってる A6 の深い味はそこです。イオンを狙おう。では、一つ例にしましょう。例えば、よいしょ、私好きなポリギャイスキー、先生から受けたと思うんですけど、2号は見えますね、ピンされてるから。ただ、さっき言ったようにポンを進むと後ろは弱い。その手でこれで表す。ナイト取ってもチェックがある。ビショッタダです。取り返す。非常に複雑ね、このディフェンスが。どっちが黒がいいか、白がいいという。先生の発見あったら、あ、急に白がいい。次の新しい発見あったら、黒がいいっていう波が大きいんですけど、まあ、今日はまずポンを守るパターンですよ。ナイト出て、キャスティング。キャスティングすると、もうこのポンは取れ、まだ取れない。実際は焦らず、このポンいつか取れるっていうのは、そうの方が正しいけど、なぜ取れないっていうと、そこをチェックメイトが隠れてる。全部交換でルークはメイトする、このナイト消しましょう。まずコマを消す。エンディングに向かう。エンディングに向かう、ただメイトなんですね。まあ、こういう難しいハブさんとしましたハブさんと指したんですか。これハブさんが白、ハブさんが白、これ面白いって話、まあ、これコンターこの D サイドをストップすれば、クイーンが取るとメイトがある、まず D5 を押さえて、まあまあ、クイーン D5 は難しい。実際、これを取る。まあ、取る。いや、取りたいね、このナイト。ああ、前のレッスンに言いましたけど、ナイト、この面積だったらビショップに、この中にだったら一緒にそれほど負けない。真ん中のあたりにいるナイトは結構強いってことですね。強いです。ある意味でビショップよりも強い。ビショップよりも。特にたくさん駒あるときはジャンプはできるかな。まあ例えばルックで取るとクイーン4でやって、まあ次ちょっとレア遊びで最後の1分で、まあ。コマをさばくルーティーは本当にこれで取れる。クイーン取れないわけですね。クイーン B1 でチェックメイトを見つけてください。あ、これチェックメイト。あ、一手詰めではないね。それは以前ダラシ言ったように、中央はちゃんとコントロールしてないで、キングサイド、クイーンサイドで攻めるとうまくいかない。まず中央を大切にして、どういうこと？
邪魔してるから、うん、30分で配分の話を紹介するのは短すぎるけど、まあ、一つ例です。 ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。一気に1時間半の講義でございましたが、いかがだったでしょうか。